径25センチ、お色がクレですね、ゴールドカナグになります。最強スペック、今回25センチを持ってきました。皆様こんにちは、杉口かなでございます。はい、本日はですね、ここ三重県にありますあまねめに来ております。はい、昨日からですね、来ておりまして、リトリートということでゆっくりさせていただいているんですけれども、今日はですね YouTube でですね「What's in my bag」ということで今回持ってきたバッグの中身を紹介させていただけたらなと思います。またこのあまねむのね YouTube はこの動画が出る頃にはまだきっと Vlog 出てないのかなと思うんですが、はい、ぜひですねチャンネル登録していただけたらなと思います。What's in my bag、 久しぶりかもね。ちょっと帽子を取りましょう。そう、帽子便利ですよね。髪の毛がボサボサになるからやっといた方がいい、やっといた方がなんか私っぽい感じもしますね。はい、やっとこうかそう、これエルメスの帽子ですね。はい、では行きたいなと思います。はい、今回持ってきたバッグはこちら、じゃーん。はい、バーキン25センチ、お色がクレですね、クレっていうお色のゴールドカナグになります。で、このバッグですね、私このクレのバーキンは30センチも、以前も購入して、ずーっと使っていたんですけども、この30センチって、仕事でさパソコンを、入れるわけなんですよね。で、出張とかあちこちね行く時に結構使ってたんですけども、いつからかディオールのブック等々の軽さにもう感激しまして、最近はですね30センチはもう出番なしっていう方で、実はもうこのクレの30センチ全く同じスペックですね、同じスペック持ってたんですけど全然使わずに、そしてこのね25センチが一番多いということで今回25センチを持ってきました。そう、30センチあったら入れれるだけ入れちゃうから、パソコンとかも常に持ち歩くじゃない、ってなったら重いからね。はい、ということで、私は25センチをよく使っております。はい、クレのお色、エルメスでも白のお色っていっぱいあると思うんですよね。ナタとかマッシュルームとかクレとか、あとはベトンとか、あとこの白じゃなくてもこのグレー系のね、パールグレーだったかなとか、もういっぱいたくさんあるんだけれども、私はこの白亜のチョークっていう、白亜白いアジアって書くかな、白いアジアって書いて白亜のチョークの色のこのクレっていうお色が私の中ではすごく好きですね。オフホワイトで素材がトゴ、もう最強スペックはい、じゃあ中身いきたいなと思います。結構このサイズだから持ちやすい。では何からいこうかな。まずじゃあこちら、じゃんじゃん、これはエルメスのマークがあるんですけど、何が入ってるかって言ったらお守りが入ってますお守りが入っていて、私、こういう旅行行く時もそうなんですけど、結構本当にこう守られてることがめちゃくちゃ日々感じるんですよね。例えば事故に遭わないとかそうだし、本当にいつも運が良すぎてなんでなのかなって考えた時に、いろいろね要因はあると思うんだけれども、いろいろとね持ち歩いてるんですよ。例えばそうですね、ちょっと2つだけお見せしましょうか。こういうやつとか、これはちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ちょっとフォーカスが合ってなかったらごめんなさいって感じなんですけど、薬用系っていうかね、ちょっとこう水晶とか、鈴があるものってやっぱこう魔除けだったりね、あとはこのね「木」って書いてるこの三峯神社の木とかもだし、猿目神社、これちょうどここ三重県ですね。三重県のこの猿目神社、伊勢神宮の近くにある猿目神社で買ったお守りとか、あと、金剣宮で買った石川県ですね、こう商売繁盛守りとか、もういっぱい本当にこのね、白山姫神社の勝ち守りとか、荒山神社の商売繁盛やたら多いな、とか、とにかくですね、このお守りをこのエルメスの小袋に詰め込んでおります。はい、お守りってなんか何個も持つのってよくないんじゃないですかとかね、意見があるかもしれませんが、私は、そう思ってなくて、私はやっぱこれを持つことによって自分がすごく心地いいし、神社参拝行った時に自分がこうゲットした大切なアイテムだからね、神様同士がなんか喧嘩とかって言いますけど、するとかってなんか正直思っちゃって、したとしてもじゃあ私の神様もきっと仲直りするわって思ってるんですよね。なので私はちょっと今これ目線下になっちゃったごめんなさい。はい、こうやってエルメスの小袋に入れて、お守りを持ち歩いてます。はい。一見お守りにわかんないでしょ？うん。そう、お守りって、まあ、1年間だから、まあ、1年経ったら、これもね、まあ、お返しって言ったらいいのかな。うん。まあ、神社に戻しに行って、またね、その時自分の心がときめくもの、ピンときたものを購入する予定でございます。はい。なので、一生持つってわけではないし、まあ、変わりますね。はい。続きまして、じゃーん。こちら。これはですね、サングラスなんですけど、こういうサングラスです。はい。このサングラスはミュウミュウですね。まあ、デザインが結構変わっていて、結構透けてるじゃない？で、こういう感じで、まあ、今日のこの服の色にも合ってるし、はい、こんな感じです。ね、このポーチ、これもともとついてたポーチなんですけど、これに入れてます。うん、サングラスすごい好きで、いいなと思ったらすぐ買っちゃう。はい、続きまして、こちら、じゃん、シャネルのミラー。これはね、まあ、あってはなくてもいいけど入ってましたって感じでサクッと。そして、あ、これもいっとこう。ハンドクリーム出す前に言っちゃう。じゃん、こちらもうすごい使用感バッチリのハンドクリームなんですけど、これはノンフィクションっていう韓国のメーカーさんで、私は「Forget Me Not」っていう香りがすごく好きで、これを使ってます。まあ、韓国にしか売ってないわけじゃなくて、日本でも売っているので、日本のセレクトショップでも買えると思います。うん。今つけとこうかな。ちょっとだけ薄くつけよう。香りもいいんだけど、保湿もすごくちゃんとしてくれるんですよ。うん、あ、すごい香り。癒される。はい、こちら。はい、続きまして、いきましょう。香り続きで、じゃん、こちら。じゃーん。ディオールのヘアミスト。香りがグリッディオールという香りです。もうこれがすごく好きすぎて、ボディクリームも、これを使ってます。うん。これはエルメスじゃなくて、ディオールの本店の香りって言われていて、すごいね、もう大好き、たまりません。どんな香りかあって、唯一無二の香り。なんて言ったらいいんだろう。なんかね、そのサイトには黒と白が織りなすグレーでとか、なんかよくわかんないこと書いてたけど、嗅いでください。ぜひどっかに行って嗅いでみてください。うん、なんか爽やかなんだけど甘さもあって、私の好きが詰まった香りです。はい、続きまして、これはレアなんじゃないのかなと思うもの。じゃん、こちら。これは何でしょうっていうことなんですけど、じゃん、こうやってはい立つことができるんですよ。こうやってさ、すごい変幻自由自在に調整できるんですよ。これを上げたり、こうやったり、もうすごいその角度も調整できる。で、その、まあ、今回とかも移動してるじゃないですか。スーツケースに入れて持ち歩かないっていうか出さないから、うん、スマホでやるんですよね。で、こうやって縦にも横にもこうスマホを置くことができるし、こうやって調整できるから手で持つ必要がないし、例えば、まあ、お部屋にある温泉入る時とかでも、この浴槽の縁にね、こうやって置いて、YouTube とかを見ることもできるので、私は結構これを持ち歩いてます。セミナーとかね、講座の仕事をする時とかも、デスクにこのスマホをこうやって立てて、スマホをこう見れる状態にしてます。めちゃ便利ですよ。角度も調整できるってよくない？こうやってグイグイおすすめ。そしてこうやって折りたためるっていうね、はい、薄くなるので収納にも困りません。はい、続きまして、はい、こちら。じゃん、エルメスですね。これはエルメスの手帳カバーなんですけど、ちょっと自分が書いてるところお見せしないんですが、こんな感じで月曜日から日曜日までウィークリーの手帳なんですよね。で、ここに感じたこと、思ったこととかを毎日書いております。うん、それとこっちにね、ノートがついてるんで、エルメスのノートが。で、ここはもう何でもノートっていうことで、これ触るともうズキュンってくるから、これをも持ち歩いてます。そして書くっていうことでペンがいりますよね。ペンは、じゃん、こちら。前も紹介したと思うんですけど、バッグに入れる時ってペンは絶対にこういう蓋付きだから、クリック式とかだったら誤作動でこの芯が出てバッグ汚しちゃったらめっちゃ嫌だし、まあ、危険だから絶対にこういう蓋式キャップがあるやつを入れてます。これはスワロフスキーのペンで、私の3冊目と4冊目の本の編集担当をしてくれた角川の編集者さんからいただきました。もうすごいお気に入り、なんかお揃いっていうことでね、いただいた、もうすごいありがとうございます本当にいただいてばかりで、はい、このセットですね。続きましてもじゃん、こちら、はい、こちらはですね、エルメスのじゃん、なんかティッシュが入ってるんですけど、これ実はティッシュケースじゃなくて、これ何だったっけ、カルビーだかな、カルビーっていう本当はカードケースなんですよ。ここに本当はね、名刺とかカードとかを入れるんですけど、私はこうやってポケットティッシュを入れて、こうやって折りたたんでます。はい、あ、お色はこれはマッシュルーム言ったっけ言ってたらごめんなさい。ではまだあるんですよね。じゃあ次、こちらじゃん、こちらはですね、アロハって書いてるレスポのミニポーチなんですが、これハワイ限定ですね。何が入ってるかというと、じゃーん、こんな感じで充電器とかバッテリーとかイヤポーツを入れてます。はい、先ほどもねお話をしたんですが、移動中に YouTube を見たりスマホで仕事をすることもあるので、充電が切れてもいいように、そしてコンセントがなくても充電できるようにバッテリーも持ち歩いてます。軽いですね、これも。はい、続きましてじゃーんこれもね最近いつも持ち歩いてるんですけど、これ何かって言ったらマヌカ&プロポリススプレーで振って、口にね、ちょっと今やらないんだけど、シュッてシュッてする。これマヌカハニーとかマヌカフラワーウォーター、プロポリス、ハニーデューハニー、3種類のハーブということで、オーガニックの喉のスプレーなんですね。で、私よく話をするしセミナーするし、声を使う仕事をしているっていうこともあって、喉を痛めることもあるんですよね。それで、いただきました。はい、そう、こんなのあるんだと思っていただいてすごく嬉しかったですね。原産国はニュージーランドで、本当にね原材料が分かるものしか入ってなくて、安心安全、気分転換でもやってますいいですよ、いい、あ、名前一応言っとこう、マヌカ&プロポリススプレーって検索していただくと出るかなと思います。はい、続きましてこれいこう、じゃん、はい、ポーチ、色ちょっと白く映ってるかもしれませんが、薄いピンクなんですね。モーブペールっていうお色なんですが、ボリードのミニミニポーチでして、これは昨年ボリードが生誕50周年ということで限定で作られた色のポーチです。はい、これはもうお化粧品が入ってます。アイシャドウとか、アイシャドウとリップ、ハイライト、以上それだけ。はい、あんまりっていうかほとんどお化粧直ししなくて、してもリップぐらい、だったりするので最低限しか入れてません。ではあと残り2つなんですけど、2つはお財布に行きたいなと思います。はい、まず1つ目、じゃーん、こちら、はい、カルビーデュオっていうお財布です。カードケース、昨日さ品川から名古屋まで新幹線で来たから、新幹線のチケット入っちゃってるんですけど、これはあとカードを入れてます。免許証とか保険証とかもそうなんですけど、さっきと同じように結構こういうね、強運薬表系、これは小雨神社であったりとか、あとその他入っております。有名なところで言ったら、荒々山神社の金運やつとかね、お守りとかこういうの買った時に普段から持ち歩くことが大切だなと思って入れております。こっちにはパスもパスモも入ってる、1枚だけ、新幹線乗るからね、あんまりというか普段全然電車乗らないので電車では使わないんですけど、機会がないから、新幹線乗るときはこのパスモを使うことがあります。ではラストということで、お財布じゃーん、こちらになります。はい、こちらはですね、ベアンコンビネだったかな、ベアンコンビネっていうお財布で、三つ折りのお財布になります。こういう感じで、はい、ちょっとねカードの番号とかがあるんだけど、見えてないからいいか。こんな感じでね4枚入れますね。4枚入れて、こっちに小銭入れでお札が入れる状態、うん、便利です。こんな感じ。はい、お色がベールフィズ、素材がエプソン、金具がシルバー金具、すごい気に入ってる。この色すごい好きなんですけれども、このステッチがこの色に合わせるので白なんだよねってなると、こうやって持つじゃないですか。こうやってもうこの辺がどうしてもステッチが色が黄ばんでくるっていうか、色がさ白じゃなくなってきてます、まあ、でもそういう運命として、まあ、この子は誕生しているので、それもね全然文句ではなくて、それを承知の上で買いましただからありがとうっていう気持ちです。はい、ということで何点結構今ここバーって並べちゃったんですが、結構あったんじゃないかな。あ、そうそうそう、それと今日紹介できてないんですけど、今これを取ってる自撮り棒を、このバッグの中に入れてました。はい、なので自撮り棒はすごいコンパクトに折りたたむので、まあ紹介はちょっと今実際物理的にできないので割愛させていただきますが、これプラス自撮り棒と、あ、スマホは、ケースをお伝えしたこと、今はボッテガのターコイズブルーのスマホケースを使っております。こんな感じで、はい、スマホと、自撮り棒のセットですね。じゃん。はい、ということでいかがでしたでしょうか。エルメスのバッグの時はエルメスのものを入れることが多くて、まあ、シャネルのバッグの時はシャネルのアイテムを合わせることが多くて、まあ、今回はたまたまねこういうものでしたが、またバッグが変わるとお財布やポーチやもろもろ変わります。あ、1個忘れてたものがあって、それは何かって言ったらハンカチ。そうそう、なんで忘れてたかって言ったら、ここアマネムで違うちょっとお出かけ、その辺フラッとするときにハンカチだけバッグに入れてたから。はい、こちらじゃーん、かわいいでしょ。これね見て、エレファント像なんですけど、ここに全部エレファントって書いてるの見える？はい、近沢レースのハンカチです。だからちょっと色味をさ、ちょっと今回こういう感じで合わせてます。可愛くないでしょうか。優しいカラーですね。優しめカラーに合わせてます。ということで以上です。色の濃いんで言ったらこれぐらいということで、今日はですね、私がこのアマネム旅行に持ってきたWhat's in my bagでございました。これはもう手荷物なんですけど、スーツケースはもういろいろ、まあ、ポーチとかもね、もっと大きいの入れてたりしております。またね、そういった、まあ、私物であったりとか、旅の Vlog もそうですし、まあ、普段は恋愛と婚活のスクールを運営しているので、そちらの恋愛と婚活で悩める女性たちに向けたコンテンツの配信をさせていただいております。気になる方は、ぜひ概要欄から私と公式 LINE でお友達になってください。それでは本日の動画は以上となります。では皆様、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方は、高評価とコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃれば、そちらも合わせてお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。